います。それでは聴いてください。未来の形。長い長い旅の邪魔お願いします。はい、
紫色担当影谷梨沙です。よろしくお願いします。はい、桃色担当星宮桃です。よろしくお願いします。それでは聞いてください。どうぞ。星降る夜に聴いてください。
空にさよなら。主催のハロウィンイベントに参加させていただきます。私たちもコスプレをして参加するんで、ぜひ楽しみにしていてください。今月はMV の撮影も予定しておりますので、そちらの公開も楽しみにしていただけたらと思います。改めまして、私たちのリスタート、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最後の曲で、聴いてください。心軸
当にありがとうございました。ありがとうございました。終わりかな。終わりです。はい、僕らのハウステムでした。大きな拍手をどうぞお送りください。ありがとうございます。はい、初めてのステージでございました。皆さんどうでした、初ステージ。大反響じゃないですか。いや、ね、楽曲も素晴らしいし、みんなもすごい楽しそうに、ね、踊ってましたね、踊ってましたね。にしてもトーク良かったね。続く曲は聴いてください。あれ可愛かったわ。そういう思いだけ絶対思い出になるよ、ほんまに。改めてね、みんなにもね、あの一人ずつの顔と名前を覚えてもらいたいと思いますので、どうだろう、自己紹介と今日の初ステージね、はい、終えて今のお気持ちをじゃあ教えてください。じゃあ一人ずつ行こうかな。はい、お願いします。まずお名前もう一度聞いてもいいですか。はい、紫色担当かぐやりさです。りさちゃんね。はい、りさちゃん、みんな優しいね。ありがとう。りさちゃんって言ってあげてよ。ありがとうございます。りさちゃん、どうでした、初のステージは。なんか出る前めちゃめちゃ緊張してたんですけど、マジで、ほんと3人ともね、あの上がる前吐くんちゃうかこの子らと思うくらい、もう緊張してたし、目も合わせてくれないし、もう本当に。でもどう、ステージ上がってみて。いや、なんかすっごい楽しかったです。みんな優しくてすごい乗ってくれるから、嬉しかったです。楽しめましたか。楽しかったです。はい、このどんな子なんですか、リサちゃんっていう子は。どういう子ですか、皆さん。大人っぽい、大人っぽい、色気があるということで。お姉さん的なんで、お姉さんです。なるほどね。小娘に見えますけど、まだ今のところ。おっさんから見たら。これからですね。わかりました。はい、じゃあ続いて、はい、ご紹介お願いします。はい、青色担当の如月愛羅です。好きな食べ物はスルメです。よろしくお願いします。流川ギャオスマ。日本酒合わせじゃないよ。ほんまにスルメちゃうやろ。スルメ大好き。あ、スルメ好きな。で、アイラちゃん、汗すごいわ。アイラちゃん、マジすっげー楽しそうに踊ってたね。楽しかったです、めちゃくちゃ。やっぱアイドルになりたかったんだ、やっぱり。そうですね。もう、でもなさそうなのかな、このリアクション。そんなことないです。アイドルになることが小さい頃からの夢で、やっと叶った感じがして。嘘くせえな、なんかおい。でもさ、一番楽しそうにやっぱり踊ってた。ね、え、キラキラしてましたよ。初めてのステージ振り返っていかがですか、アイラちゃん。やっぱりちょっと、うん、そこに上がる直前まで挙動不審ぐらい緊張してたんですけど、確かに、ね、上がってみたら皆さん温かく応援してくださって、うん、もう本当にありがとうございます。いや、マジでアイドルでした、アイラちゃん。素晴らしかったです。はい、ね、その汗が物語っております。アイラちゃんに拍手をどうぞ。はい、続きましてちゃんと喋れるかな、大丈夫かな。はい、自己紹介。はい、桃色担当の星宮桃です。はい、桃ちゃん。はい、はっきりと桃です。はい、桃ちゃん、今日の舞台初めてのステージいかがでしたか。人が多い。すっげーシンプルな感想出た。でも、そう、もうほんとさ、初めてのステージなんて2、3人いたらいい方よ。それがこの広島ナイトフェスで、ね、この素晴らしい大舞台で後ろ見てごらん、ほらこんな感じよ。でもたくさんのお客さんがいて、どうですか今の気持ち。すごいなって。ほんとかい、ほんとかい、すごいなって。なるほどね。でもね、めちゃめちゃ楽しかったでしょ、初めてのねステージね。はい、でこれからどんなアイドルになりたいんですか。じゃあ最後、アイルちゃんちょっと皆さんに一言もらっていいですか。どんなアイドル目指しますみたいな。そう、やっぱ正統派アイドルということで。おお、変えちゃってるもんね、もう正統派アイドルってね。はい、正統派アイドルということでね。おお、正統派なんです。俺の知る限りはね、いろんなアイドルと共演してるけど、正統派のアイドルは正統派って自分で言わないわ。俺の情報だけで言うとね。でもそうなんだろうね。頑張ります。でも楽曲すごい素晴らしかったね。
ね、これからもね、もう音楽もそう、歌もね、そして3人のキャラもね、これからも多分どん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 強くなっていくと思いますので、初めて見た方もぜひ応援してもらいたいと思います。改めて僕らのアンセム3人に大きな拍手をどうぞお送りくださいませ。3人さん、どう、せっかくなんで写真撮ってもらう？じゃあ言うから、それじゃあハイドで移動しましょう。はい、ちょっとすいません、まだスタートの方いらっしゃいますか？ちょっと一回誘導していただいて、はい、いいよ、ゆっくり降りていいよ。俺が行くとコアなアイドルファンが怒るけさ、ちょっとステージ上からね、そう、車検ないよみたいな、まあ、MC ずるいぞみたいな、おい撮りてんだろっていうな。ちょっと今からね、フォトスポットに行く方、ぜひね、写真撮ってくださいね。そしてね、SNS でどんどん拡散してもらえるとめちゃめちゃ嬉しいです。はい、とてもね、ステージ3組のアイドルが終えました、ね、僕らのアンセム、今ステージを降りて、はい、フォトがもうスタンバイしてるわ。はい、たくさんのファンがスタンバイしております。はい、僕らのアンセムが今聞きますんで、ちょっとお待ちくださいね。みなさん、せっかくなんで SNS にね、はい、どんどん拡散してもらいたいと思います。よろしくお願いします。改めまして、今来た方、私は MC トモキと申します。いつもね、RCC ラジオ、そしてスポーツが好きなんで、世界テニス、プロバスケットリーグなどなど、いろんなところでマイクを握っております。今日はね、この流れ川、広島の街を元気にしたい、そういうね、この思いでこのステージでマイクを握っておりますので、あー、手振ってくれる子いるんだ、珍しい、俺にありがとう。今日はすみませんね、このステージだけではなくてね、目いっぱい美味しいお酒もね、飲んで楽しんでもらいたいと思います。で、ちょっとね、後ろの方、はい、ご覧ください。屋台がいっぱい並んでおりまして、今日はですね、なんと、はい、約日本酒30銘柄の利き酒を行っております。なかなかね、出会うことないお酒たくさんあります。地元だからこそ意外と外して知らないね、お酒もあると思うので、ぜひ今日はね、お酒を飲んでください。そして広島クラフトビールもありますね、物産品などなどね、ございますので、皆様ぜひ今日は飲んで楽しんでもらいたいと思います。はい、どうですか、初めての写真撮影。ちょっとポーズが慣れてない感じがもはや可愛いですわ。はい、僕らのアンセムの写真撮影、今ね、特別に行っております。はい、群がっております。いいですか、仲良く、ね、場所譲り合って写真撮ってくださいね。はい、では僕らのアンセムの撮影会終了まで10秒前、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、終了でございます。僕らのアンセムに大きな拍手を今一度送ってあげてください。はい、3人ともどうぞ帰っておいで。はい、3人ともお疲れ様でした。はい、ゆっくりと戻ってください。触らないでね、デビューしたてなんで触らんといてくださいね。はい、さあ、では皆様、改めてね、今日のね、もう一組だけアイドルをご紹介していきたいと思います。